はい、酒好きな、元新潟人の飲酒動画です。で今日はですね、ビールです。アサヒの、ドライプレミアム豊穣の涼みの香り、また出ましたね、ドライプレミアム。何個出んだよ、これ。アルコール度数 6%、5種のホップ使用、3種の麦芽使用、限定醸造となっております。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチです。でも見た目は綺麗なんだよ。ほら。見た目は。ドライプレミアムも何個も出てな。もう、いいやって感じだよね。もう飽きた。正直飽きた。それじゃあ乾杯。あ、これあれや。柑橘系の味っていうか香りするね。ドライプレミア。ドライプレミアム、豊穣。あれ？サイトに載ってない。あれ載ってない。載ってないっすね。この新しいやつ。あれか。先行販売か。載ってないですね。これよくわからないけど、なんで載ってへんの？載ってないドライプレミアム涼みでググりますか。あ、これギフト限定かよ。涼みの香りと華やぐ6種のホップと琥珀の余韻は、どうやらギフト限定らしいですね。俺なんでこれ持ってんだろうな。普通に言ってたよな。どっかで買った気すんやけど。どこやったか。コンビニかな。これあれだわ。ギフト限定だわ。美味しさはね、うん。ほのかに、柑橘系の味っていうか香りがする。うん。で、濃さもちょうどいい。喉越しもちょうどいいな。まあ普通に美味しいっていう感じですけど、そんなに癖もないし、あれだし、飲みやすい。飲みやすいですね。でも普通に言っとったな、これ。なんだ、偶然にも、ギフト限定版を買ってしまったという、パターン。あ、4種類詰め合わせセットなんてあるみたいですよ。ドライプレミアム豊穣4種類詰め合わせセットっていうのがあって、それがギフト限定でも、ギフト限定のものが3種類入ってる。で、普通のやつが1種類入ってる。それを買えば、あれ、いいみたいですね。こんなの俺見たことないけど。これ欲しいな。1425円で4缶。結構高い。
4巻で1425円。結構高え。1巻3412やから1巻350円くらいする。高っ。あ、ちゃうわ。これ6本セットだ。多分。6本セットで1425円。らしいんで、6本やったらそれなりに安いな。1本250円ぐらいか。へぇ。へぇ、いいっすね。ドライプレミアムの包丁が2本。で、この、スズミの香りが2本。そして、華やぐ6種のホップが1本。琥珀の余韻が1本。俺多分琥珀の余韻はもう飲んだことあるから、華やぐ6種のホップ飲んだことないような気がする。どうやろ。多分飲んだことない。多分。まあ、2016年お中元ギフト限定ということで、ね、お中元ギフト限定のがこれみたいです。なるほど。あ、悪くはないですね。うん、悪くはない。見た目もすげえ、この花火のあれが綺麗でいい。最近は酒を飲むと吐き気がするので、あんまり飲めないんですけど。ドライプレミアムの香りの琥珀。これ飲んだのかな。結構飲んだことあるやつがいっぱいあるんで、どれが飲んでないのか全然わからない。本当に。あれこれ飲んだっけなぁって。似たようななんか琥珀の余韻だの、香りの琥珀だの、なんか、似たような銘柄。やからなぁ。それがあれやね。なかなか。わかりづらい。非常にわかりづらい。贈与シーズンに合わせて、ギフト限定セット。ああ。なるほどね。もう売ってるみたいやけどな。イオンとかなんもう売ってるんちゃうの。まあ俺、ここら辺イオンがないんでね。あ、アサヒドライプレミアム、包丁のエクストラっていうのがあるみたいですよ。瓶のやつですね。黒い瓶やな。黒瓶っていうのか。310ml の瓶。そしてオリジナル栓抜き。で、商品が10本入って、これいくらなの？いくらか書いてないけど。アルコール度数 6.5%。麦芽 100%。ファインアロマホップ。オリジナル栓抜きは若干欲しいけど、まあいらんな。
近くにイオンがないからな。買うにも買えないんだよね。渾身の中元ギフト限、渾身の中元ギフト限定ドライプレミアムエクストラ。だってよ。だってよ。まあ飲みたい方はね、まあ、チェックしてみてください。多分イオンなら売ってると思う。俺の予想からする。俺の予想が正しければ、イオンに売ってるわ。イオン結構そういうの多いから。中元ギフト、単品でも売ってたりする。まあ、これは美味しいですね。うん。これ美味しい。3344です。ご視聴ありがとうございました。